24ヶ月点検を行い、異常があれば修理します。自分でできなければ、修理工場に依頼しましょう。国交省の車検予約のホームページにて、車検を事前に予約します。まず、当日あらかじめ探しといた。車検場近くにある予備検場にて、予備検査。検査にかかる確率が高く、自分での確認が難しい。サイドスリップとライトを予備検査します。サイドスリップ、OK。ライト後軸検査と調整。新しいだ。はい。終了です。はい、OKです。あ、今日はバッチリですね。完全になります。すいません。はい。近めて打るように合わせてください。あ、はい。普段走るのが一番重要。なるほど。はい、ありがとうございます。はい、どうも。ライトとサイドスリップは OK。用意する書類。自動車検査証、車検証。自動車税納税証明書。24ヶ月定期点検整備記録簿、車検を行う場合は不要。自動車損害賠償責任保険証明書、市賠責保険、旧証明書。こちらの建物、書類作成の窓口に行きます。書類を作成し、検査費用の印紙、市賠責保険の更新、重量税の納付を行います。検査の申請書と重量税の納付書。料金の内訳。重量税 24,600 円。市賠責保険 25,830 円。検査代、印紙 1,800 円。書類代800円。計 53,030 円。車種により異なります。陸運局のユーザー車検受付に行きます。受付が簡単になりました。ネット予約をしておくと、車検証の QR コードを通すと自動で受付完了し、検査票が発行されます。検査代1800円分の印紙を検査票に貼ります。全て準備が整いましたので、車に乗り検査ラインに並びます。それ
それでは次回本検査に続きます。チャンネル登録よろしくお願いします。